長期分散投資、節約するにはどうすればいいでしょうかというご相談いただいてますね。まあ、助言が欲しいと、節約のためのアドバイスが欲しいと。で、節約の効果的な方法ということなんですけども、まあ、まずはですね、支出をですね、可視化するために、家計簿アプリを使いましょう。まあ、マネーフォワードとかどれでもいいんですけども。で、次にですね、固定費をまず見直してほしいんですよね。固定費っていうのは節約の効果が大きいんですよね。で、1回節約してしまえば自動的に節約効果が続いていくということなので、まず家賃、保険、あとまあ通信費とかですね、その辺を見直していただくと、かなり、ですね、効果的に節約ができて投資に回す金額っていうのを作ることができます。毎月3万円でも長期投資回せば大きいですからね。フィリピンにですね、いらっしゃる方からのご相談ですね。外食マカティで美味しいお店、まあ、レストラン